ンポン。可愛い女の子はドジっ子天然で好きがある。演じて。ああ、遅刻。やだ、靴と間違えてスリッパで出てきちゃった。ドジっ子やな。ああ、遅刻。いいな。帰ろ。前髪切ろうかな。ただいま。なあなあ、聞いてや。おい。何急に入ってきてんの？アホ。ごめん、ボケボケだしのアホなつび。言い過ぎやぞ。妹の様子がおかしい。妹？帰れ。おかしいわね。妹の様子がおかしいとは？いや、実は最近妹の元気がなくてな。あ、ちなみに妹はこの子な。そういえば、この子ちょこちょこ見かけたことあるな。確かに。あれ、ゆかりちゃんもあんま知らんの？ああ、妹は昔からおうち大好きゲーム漫画アニメっ子なんで、基本的に外に遊びに行くのはうちだけやったんや。だから、ゆかりと妹は面識ない。へえ。あと人見知りやな。宴会だとしたらすぐ相手の視界から消えようとするから、なかなか認識できなかったりする。君の妹ゆうまかなんかな。まあ何にしても、うちは妹に元気になってほしいんや。なるほど。そもそもなんで元気がないのかわからんと動きようがないな。せやな。まどろっこしいですね。とりあえず話してみればいいんですよ。まあ、一理ある。でもうちの妹の失言率、土の子並みだしな。どんなレアキャラやな。まあまあ、任せてくださいよ。この私が染め肌脱ぎましょう。お前の肌どうなっとんねん。お前うちの妹バカにしてんのか？あん、ジョークです。どうやら一発しばいたらなあかんな。待って。何不安なんですか？ちゃんとバナナから妹さんが大好きなゲームに変えたじゃないですか。トラップ自体を変えろっつってんだよ。しかもそれ超絶クソゲーじゃねえか。誰がクソゲーオブザイヤー大賞のラストリベリオン欲しがんねんしばくぞ。じゃあめちゃをもつけますよ。ざけんなクソゲーばっかじゃねえか。もっとまともなゲーム持ってらんかいの。リベリオンじゃ。葵さん？